ゴールデンウィークも後半、県内は青空が広がり、行楽地はにぎわいました。ヘリコプターに乗って空から各地の様子を取材してきました。最初に向かったのは宮城、日本を代表するこちら、日本三景松島です。今日は緑の日、天候にも恵まれ、新緑が映えるすがすがしい青空が広がっています。海の青や島々の緑も輝いて見えます。松島の遊覧船乗り場です。出港を前に多くの人が長い列を作っています。松島は新型コロナの影響で、去年と一昨年のゴールデンウィークは観光客の姿がほとんど見られませんでしたが、今年はにぎわいが戻ってきました。やっと出れたかなっていう感じで、もう絶景で素敵でした。遊覧船の運営会社によりますと、ゴールデンウィーク前半の乗客数はコロナ前と比べると6割ほどですが、去年に比べると8割も増えたということです。もう全く違います。もう180度違う感じですね。もう今年は忙しいです。私が話した方ですと、九州とか関西とか、あとまあ首都圏近郊の方がとっても多かったというふうなイメージがとってもあります。仙台港のアウトレットです。こちらにはおよそ2000台の駐車場があるということなんですが、この広い駐車場が車でいっぱいになっています。買い物客でにぎわっています。続いて宮城県民に愛されるこちらの遊園地へ。大盛況のようです。八木山ベニーランドの駐車場も車でいっぱい。駐車場待ちの車がずらりと並んでいます。しばらく入れないかな。こちらの遊園地では朝から多くの家族連れが訪れ、にぎわいを見せています。コロナでですね、なかなか出かけられないんですけども、子供たちも喜んでですね、よかったなと思ってます。コロナでね、2年間大きな影響を受けましたので、コロナ前に少し近づいたかなという感じでいっぱいですね。そしてヘリコプターは蔵王へ。すがすがしい青空が広がった今日、白い雪とのコントラストが非常に美しいです。蔵王観光の目玉、オカマにも県の内外から多くの観光客が訪れました。でもすごい綺麗で、それは感動ですね。ただすごいこの強風もすごく思い出に残る感じですね、はい、そびえ立つ雪の壁の中に長い車列ができています。日差しが降り注ぐ中、雪の回廊の中をドライブするの気持ちよさそうですね。3年ぶりの移動制限なしのゴールデンウィーク、最終盤に入りますが、県内の観光楽地はまだまだにぎわいそうです。